うまキュン特別応援ムービー、頑張れ三日本のりふみ騎手、そしてスピーディーキック。2月19日の日曜日、地方競馬を代表して三日本のりふみ騎手、スピーディーキックがフェブラリーステークスに参戦。三日本騎手、藤原調教師、末田厩務員は増田競馬場の出身。チーム増田の団結力を生かして頂点を目指します。今回は馬キュンの配信で見せた三日本騎手とスピーディーキックの名コンビをプレイバック。まずは東京プリンセス賞。じわっと動いてきた。スピーディーキック、スピーディーキックが出してきた。3番手で吉永6番手で一気に上がってきたのは13番スピーディーキック、3番手2番手、さらに先頭に並ぶこの外に出す6番のクールフォルテ。先頭は4番レディオスターに変わる。内食い下がって9番レディオガガ、この外から捉える13番スピーディキック。今度はスピーディキック、レディオスター、この2頭の争い競り合いになった。3番手レディオガガの外から3番コスモポポラリタ、さらには6番のクールフォルテ、前は13番のスピーディキックゴールイン。続いて東京シンデレラマイル。3連覇に向かって逃げました。来たぞ来たぞ、外から2番スピーディキック一気に後方に取り付いてきた。4コーナーから直線、外からスピーディキックが突き抜けた。スピーディキック一気に先頭、2番手はダノンレジーナに、後方からはディアーリッキー追い込んできた。全て伸びるのは8番セパヌイル、大外からは11番のトップザビル、3番手はセパヌイル、先頭スピーディキックゴールイン。地方競馬を代表して頑張れ三日本のりふみ騎手、そしてスピーディーキック。